準々決勝が終わってベスト4が出揃いました。これから決勝進出をかけて B マットは準決勝が始まります。井上がこれから登場してくるその前にまずもう一つの準決勝です。赤ウクライナのフェドルイシン、そして青はキューバのキンタナという対戦です。準々決勝の2人の戦いぶりを見ますと楽しみな対戦になりました。そうですね、まだこの大会今ですねちょうどあのレフリーをしているのが日本の審判長の内藤さんが、はい、あの国際審判員で今回2人参加してるんですけれども、レフリーをやってますね。まずキンタナが前に出ていこうというところですがポイントは挙げられません。あの引っ掛けてから その圧力っていうんですか、はい、すごいですね。先ほど の試合でもそうですね、はい、引っ掛けて一気に持ち上げて前に出ていきました。力があると思いますよこのキンタナ選手。青キューバのキンタナは24歳です。赤ウクライナのフェドルイシン23歳。まあ、レスリングの年齢はやっぱり23、24、25この辺が一番力の出る年齢ですね。ですから本当に今油の乗り切ってる2人ですね。これはさあ持ち上げた、ね、持ち上げてバックに取って投げていく、ね、投げていくポイント、ポイント入りました。キューバのキンタナにポイントが入りました。今ワンポイントっていう風にジャッジがたんですけども、レフリーは3ポイントという判定をしたんですが、まあ、レフリーのポイントだけではポイントは確定しません。今のは3ポイント取ってもおかしくないと思うんですけどもね。完全に抱え上げてスタンディングの状態から投げました。はい、でついた時に相手肘をついてましたから、3ポイントでいいと思うんですけど、まあ、ここでビデオの確認ですね。まあ、今回大会は本当このビデオ判定が多いんですね。それだけ審判の方難しくてですね、目で追えない場面がたくさんあるんで、こういったさあこうしてマットチェアマンがコントローラーとビデオで確認をしています。はい、その今見ているビデオですが、ここでスタンディングの状態で投げたということなんですが、はい、ビデオの判定で1ポイントですか。ポイント1ポイント、肘から落ちて返ってなかったということですね。体が1ポイントになりました。パーテルポジションから、しかしキンタナは157センチ、このスリムに見える体なんですが非常にこう上半身の力を感じます。バネがありますね。スタンディングで始まります。すでに1分が経過しています。試合開始から前に前に出ているのは青キューバのキンタナ。足技がうまいんですよね。1対0とポイントでリードしています。赤が攻めませんとパッシブを取られそうです。キンタナが攻める、外です、早いですね、外です。前に前に出ているのはリードしているキューバのキンタナ。1分50秒経過。2分が経過しました。足をタックルに行く、このタックル、そして跳ね返す。ウクライナのフェドルイシン、ここは耐えました。依然としてキューバのキンタナが前に前に来ています。ここでパッシブを取られました。消極的と見られました赤ウクライナのフェドルイシン。さあここはリードするキューバのキンタナのチャンス。キューバの選手あまりグラウンド得意じゃないんですよね。なかなかグラウンドでポイントを取るシーンが見られないんですけども、やっぱりスタンドのタックルの速さですよね。残りが第1ピリオドは30秒になろうとしています。キューバのキンタナがリード、まだしかしノルマには達成していません。
どちらかが3ポイント以上上げませんと6分間では試合は決まりません。あまり攻めませんからね、グラウンドでね。あ、早いですね。足を取りてくバック、バックに回った。きちっとコントロールしませんとポイントになりませんが、この状態から崩していきました。ワンポイント、2ポイント目が入りました。今のも早かったですね、カウンターの足取りが。ここで第1ピリオド終了。第1ピリオド終わって青キューバのキンタナが2対0とリード。これも先ほどの96キロの選手のワンポイントワンポイント確実にタックルでこう取っていくという形ですよね。このキューバのキンタナ好調です。ご覧のようにポイントをワンポイントも与えていないという、失点がありませんから、素晴らしい選手ですよね。第2ピリオドに入ります。2対0とリード。まだ3ポイントのノルマを達成していません両選手です。青キューバのキンタナリード。ウクライナの赤のフェドルイシンも準々決勝では動きが早かったんですが、それをここまでではキューバのキンタナがさらに上回っています。ここも抱え込んでいった。すごいですね、力がありますね。抱え込んで持ち上げました。そしてコントロール今しようとしているんですが、この足がかかっているとノーポイントですね。この足が抜ければワンポイント入るんですけども、これはスタンドになりそうですね。スタンドに戻されてしまいました。今でも力がありますね。上に相手のウクライナ選手浮きましたからね、まだ試合時間は2分以上あります。ポイント差は2点。こうキューバの選手こう下がっててもキュッカロ頭をくぐってきますからね、なかなか浮かずに前に出てこれないですよね。ポイントはありません。まあ、首投げいったんですけどもすっぽ抜けましたね。スタンディングに戻ります。まだノルマを達成できません。どちらかが3ポイント以上入りませんと6分間では試合は終わりません。キューバのキンタナとしてはあとワンポイント。あ、早いですね、3ポイント目か。これはワンポイント取られますね。危ない危ない。おっと外になった、マットの外。もうワンポイント入りますよね今のは。さあこれで、あ、青にポイントが入りました。ノルマ達成、3ポイントになりました。3対0になりました。さあこれで苦しくなった赤ウクライナのフェドルイシン、あと1分30秒ほど試合時間は残っています。決勝進出をかけます。勝てば銀メダル以上が確定します。60キロ級キューバのキンタナリード、青攻めませんね。もうキューバの選手はグラウンド、赤ウクライナのフェドルイシン。そしてこの試合の後日本の井上が決勝進出をかけてイランのジョカルとの対戦です。井上と同じクラスの60キロ級フリースタイル。まだワンポイントもこの大会失っていないキューバ、青のキンタナ、3対0とこの試合もリード。残り1分切りました。積極的に行く、動きが早いですね。止まりませんからね、これだと技はかからないですね。上から赤のウクライナのフェドルイシンがガブるようにして技を狙いに行きましたが、十分に警戒しているキューバのキンタナ。残りが30秒になります。世界選手権、昨年アメリカで行われた大会で2位になっているキンタナ、青リード。実はこの階級はですね、昨年の世界チャンピオンが軽量に現れなかったんですね。本当これも驚きましたね。あっと足を取った、ポイントか。まだ粘る、ポイント入りました。ワンポイント返しました。初めてポイント取られましたね、オリンピックで。
キンタナワンポインターを失いましたが3対1残り時間がわずかになる。返せば同点に追いつけるが、あーっと返せない、返せません。コーチが喜んで、これいけませんね、まだ試合が終わってないのにコーチが飛び出してきて。6分の試合が終わりました。そしてキューバのキンタナ決勝進出。ワンポイントは失いましたが試合は常に攻めていました。これからあのリオシアホールは日本の井上が決勝進出をかけて B マットに登場するところです。